1942年のシーズン開幕前に、ブルックリンドジャースに入団し、1949年にメジャーデビューを果たす。1年目と2年目は冴えない数字に終わったが、3年目の1951年には67試合の出場で打率。280を残すなど徐々に結果を残し始める。 翌1952年はドジャースでは出番があまりなかったため、シーズン途中にトレードでシンシナティレッズへ移籍。レッズでは71試合に出場し、ドジャースで試合に出られなかった分を取り戻した。その後、シーズンオフにトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍。パイレーツでは打撃にさらに磨きがかかり、外野のレギュラーをダッシュ。規定打席もクリアし、 当時24歳の若き主砲フランク・トーマスに次ぐ15、本塁打も記録した。1954年は、開幕から調子が上がらず、控えに甘んじるが、シーズン途中にボルチモアオリオールズへ移籍すると、復活し、アメリカンリーグの規定打席をクリアして打率。293を残した。しかし、翌1955年に打率が、 243まで急落すると、その後は復活できず、1955年のシーズンオフにはトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍したが、4試合の出場に終わり、この年限りで現役を引退した。1997年にフロリダ州で心臓病のため死亡。エイブラムスの遺体はブルックリンドジャースのユニフォームを身にまとって埋葬された。 ありがとうございます。